秋吉敏子は、ニューヨーク在住の日本人、ジャズピアニスト、作曲家、編曲家、ビッグバンドリーダー。娘は、ミュージシャンのマンデー・ミチル。満州療養に、日本人の両親のもとに生まれた。小学1年生の時に3年生が弾く、トルコ行進曲に魅せられ、小学1年生でピアノを習い始める。後に、女学校に通うためと、より良い教師にピアノを習うために、 大連に移り、大連音楽学校で中国人の陽光期にピアノを習う。敗戦後に大分県に引き上げ、別府の中流軍キャンプ、鶴見ダンスホールでジャズピアニストとして演奏を開始。1948年夏に上京して、1952年、コージーカルテットを結成。1953年に来日したオスカー・ピーターソンの勧めで、 レコード、トシコを録音。1954年7月、伊勢崎町のクラブ、モカンボで森安翔太郎を中心に行われた伝説的なジャムセッションに参加。その時の音源は1970年代に発掘、発売される。1956年、26歳で単身渡米して、日本人としては初めて、バークリー音楽院で小学生として学ぶ。 1962年、チャールズ・ミンガスのバンドに参加。1963年、最初の夫、チャーリー・マリアーノとの間に、娘のマンディ・ミチルを設ける。1965年離婚。1967年に、現在の夫であり、フルート、テナーサックス奏者のルータ・タバキンと出会い。1969年、結婚。1973年に、 ロサンゼルスで、秋吉敏子イコールルータバキンビッグバンドを結成し、1974年、ジャズと日本古来の和楽を融合した古軍を発表する。1982年にはニューヨークへ戻り、1983年に秋吉敏子ジャズオーケストラフィーチャリングルー、タバキンを結成、自らの作編曲で通算30年にわたって活動を続け世界的に名声を馳せた。 その評価と人気を示すものとして、アメリカのジャズ専門誌ダウンビートでは、秋吉とルーのビッグバンドは非評価投票で1979年から5年連続、読者投票では1978年から5年連続で、共に1位を獲得している。グラミー賞では、計14度ノミネートされるが、未受賞に終わっている。これは、歴代8位の記録である。 1996年度に主にその著書、ジャズと生きるで第9回ミュージックペンクラブポペラー部門、最優秀賞を受賞。2003年12月29日、ニューヨークのジャズクラブバードランドでの演奏を最後に、オーケストラを解散した。2004年6月から7月には NHK 人間講座で講師を担当。二千五年一月十七日、米国を拠点にピアニスト、 ビッグバンドリーダーとして、ジャズ発展に寄与した功績が認められ、朝日新聞文化財団の朝日賞を受賞。東京、日比谷の帝国ホテルで開かれた受賞祝賀パーティーでは、木更津人区に層を得た、ザ・ビレッジ、広島そして終焉からの最終楽章、ホープ、マリト、トノ様の3曲をソロで演奏した。2006年12月、キャリアにおいて初となるシングル、 ホープ希望を発表。現在はソロなどで活動中。たた九1978年、秋吉敏子イコールルータバキンビッグバンド、秋吉敏子ジャズオーケストラフィーチャリングルー、タバキンソロトリオとチャーリー・ミンガスバンドに参加。秋、秋、秋は、互いに、異体児であり。秋吉敏子は、秋吉敏子、秋吉敏子とも表記される。AB、秋吉敏子プロフィール。 ワーナーミュージックジャパン、2012年8月14日、閲覧。詩人の中村実のら4詩に、贈呈2004年度朝日賞。朝日 .com。オリジナルの2005年2月5日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/2005-02050-51035/www.asahi.com/culture/update/0101/001.html ありがとうございます。